猫飼いたくなっちゃうよ。2匹いるのに。なんだろう、もう動物がいればいいやって感じ。もう動物がいればもう幸せだなって感じ。今はもう動物と配信さえあればもういいやって感じ。ノウサギはいなくてもいいとって。あんたたち可愛いで、そこに自分たちも入れてよっていうの？入ってるでしょ、配信の中に入ってるでしょ。本当に困ったもんだ。ここにいるじゃん、ペコモン人形に。本当困ったやつらだな。嫌いだったら置かないよ、これ。座標知りたい時しか呼ばれないんだ。ねえ、あるかな、沼地。座標はーん、沼地の場所教えて。へいへい、座標はーん、このシーホロ様の座標の座標、沼地の座標を教えて。沼地は誰も知らん。30の1400ぐらい。え、マジ近くね。じゃあ30の1400、あ、1400が遠。69の420、サンキュー。69の120、やはり座標班はすごいな。69、こっち側だ。適当だったらどうする。もうそいつのチャットあれする、さらす、なんだっけ、あれ固定にする。そいつのチャットを固定にする。69の120ね、覚えといてね、あんたたちも。69-420はネタ数字。え、嘘でしょ、マジでやってる？ネタ数字？いや、普通に今日話してたペコじゃん。え、あんたたちそんなにめんどくさいやつらだったっけ？ネタなんだろうけど、あんたたちそんなにめんどくさかったっけ？え？嘘でしょ？話してたやん、普通に今日マイクラで。これどうやんなっけみたいな感じで。そんなこと思ってたの？ウサギと一緒で寂しがり屋なだけだよ。毎日会いに来てるでしょ、会いに来てくれてるでしょ、毎日。明日も明後日もし明後日も配信あるんだから。愛がない。愛はある、そこに愛はあるんか。ペコちゃんは愛があるからこそ配信気持ちを込めてやってるペコだぞ。